今は淡路島に向かってるところです。何怖い。どう？楽しかったです。皆さんこんにちは、セリナです。今日は一泊二日で、カルピと淡路島に旅行に行ってきます。今は淡路島に向かってるところです。手振って、ん、手振って、ママケルゴです。セリナです。出発前にちょっとドンキホーテに行ってつまめるお菓子とか、あとは旅行先に持っていく足りないもの、クレンジングとかパックとか買って、やっと今出発してます。で、あいにくの雨です。ありがとうございます。雨なのでもう基本ホカンスかな。うん、ホカンスメインの旅行になると思います。ホカンス、ホカンス、ホカンスしてきます。最後まで見てください。ここどこ？淡路島。淡路島のどこ？なんて言ったらいいの？インターチェンジ？インターチェンジ。そうそう。淡路島に着きました。楽しい？楽しい。雨です。めっちゃ雨。これ帰り道は寄られへんインターチェンジなんでしょ？そう。でかいんやろ？寄ろうと思ったら寄れる。でかいんやろ？でかいでかい。そう、帰り道は寄られへんみたいなんで、こんな天気ですけど、楽しい楽しい、こんな天気ですけど寄り道してきました。何なんでお金下ろすとこ移すの？いや、こういうとこも必要かもしれない。暗証番号は0601です。って違うよ。くそ。怪しいね。絶対怪しい人やん。暗証番号なんやろ、私の誕生日かな。敬語どっち？敬語これやろ？あれこれ丸ごとカレーうどん。何が丸ごとか書いてない。玉ねぎやな。淡路島は玉ねぎが有名やから。うまそう。美味しそう。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ありがとう。いいえ。あ。サムちゃん。来た。来よ。ありがとう。うまそう。何丸ごとやん。の。名の通りやん。いただきます。せーの。いただきます。お宿に着きました。今日はご飯とかつけないで、もう本当に低予算でプチ旅行なので素泊まりです。なのでこれからちょっと髪の毛もう一回ちょっと直して、ご飯外で食べてきます。なんか今日めちゃくちゃ風強くて、髪がね、大変。楽しみ、ご飯行ってきます。
何乾杯？うん？プチ旅行乾杯。はい。それ何？今の水あり黒霧です。うん、ま。お腹すいたな。安定のウーロン茶です。一緒にお酒はあんまり飲んでくれません。どっちかというと友達との方が飲んでる。確かに、うん。俺とは飲みませんやな。うん、時間潰れるのが嫌やねんな。潰れちゃうから自分が。どういうこと、どういうこと。潰れちゃうと稽古との時間が削れちゃうやん。なめちゃらパンしてる。あ、そういうこと。そう。な、寝ちゃうもん。あーって。あー、だって2人でしっぽり飲んでたらイエーイってならんくない？まあそれはあるけど、うん、ってしかも落ち着いちゃうからこっちモード入っちゃうからさ、あもったいないなと思って。あ、それで。そう、ほんまかな。ほんまや。ほんま、うん、うん、だそうです。今日はでもじゃあ一杯ぐらい飲もうかな、後で。お、言ったね。うん、一ちゃん薄いやつにしてください。おばちゃんに言った。え、でも最近飲んでるやん。いつ。ああ、確かに確かに2杯だけやけど。そうやな、なんかあんま、なんか酔ってんのか酔ってんのかせんのわからんよな、あんま。そう、わかる、普段酔ってるみたいな。そうそうそう。なんて言ったやん、酔ってるんやと思った頃によく見たらめっちゃ酔っ払ってるかもしれんみたいな。それはある、感じよな。最初は冷静を装うからな、頑張って。で、立った時に、あ、自分酔ってるってもうみんなお決まりの。あー、なるほどね。気づくタイプ、私。え、今こう座りながらずっと飲んでて、あんま気づかへんタイプやから。あー、立って一気に来る。あー、なるほどね。 それはあるよな、でも確かに、うん、もう最近じゃあもうお酒全然飲んない。あの、ガーって飲むことないんや。ないない、合格。ありがとうございます。二日目顔映ってないね。チェックアウトギリギリで急いでる敬語ね。やめちゃう。めちゃくちゃ私が起こすの遅かったの。申し訳ない。舌をチェックしてた敬語です。うん、映ってないね。うん、今日モンキーパーク行けんのかな。行けんじゃない、晴れてるし。行けたらいいな。うわ、ここめっちゃ映り、綺麗に映る。ほいならチェックアウトして行ってきます。眩しい。足の湯。足の湯。足湯。足湯。足湯来ました。道の駅、何駅。ふくら。ふくら。ふくら、道の駅ふくら。お土産買いました。無料やって、最高。ゆずの湯。え、すごい、こんなん、ここも疲れるの。すごいね。うん、どこで。うん、うわ、すごい。気持ちいい。うわ、これ疲れたい、全身。えぐいえぐいえぐい。すごい、抵抗が。わかるかな。めっちゃ巻いてんな。ね。渦潮。うん、ここ渦潮クルーズのとこやねんて。ね。ちっちゃい頃一回だけ乗ったかも。
昨日も温泉入ったもんな。入った入った。なんかすごいツルツルしやん。確かに。これも温泉？そうじゃん。あ、温泉水によりって書いてる。あ、ねえ、やっぱり？え？蜂蜜って書いてんもん。これ絶対蜂の音やろ、これ。かわいいし、しかもちゃんと。何が？空間。ああ、ここなんかよくない？テルマエロマエにさ、出てきそう。調べなしで急遽入ったけど。かわいい配置、綺麗。いただきます。リーズナブル。せんな、リーズナブル。ディズニーよりなんぼかええわ。まあ誰と来るかやからな。誰と来るか。どこへ行くかじゃない、誰と来るか。リーズナブル、うん、なんか大丈夫ですか、あれ。どれ？虹かかってますけど。ああ、虹かかってんの。あれ何やったっけ。やっぱめっちゃ楽しいやん。もう楽しいわ。あれ何やったっけ。あれ何あれ、織姫。なんか織姫と彦星。じゃあ私がってこと。ほらもうディズニーよりなんぼかよ。ええな、うん、すごい。でも恐竜めちゃくちゃ、恐竜でもめちゃくちゃ怖いです。動いてんで、セリナ。どこ恐竜。え、なんかこれめっちゃ良くない？これ何やったっけ。あ、イザナミの巫女？イザナミか。オノコロの名前の由来やね。イザナギとイザナミ。すげえ。見てあれあれあれ。なんか怖ない？うん、イカサテ。ちょっと怖いねんけど。イカサテ。緊張します。せない、恐竜動いてる。恐竜。これジュラシックパークより？ジュラシックパークへなぽかえ。ジュラシックパークへなぽかえ。領収書はあって？領収書くれ。どれが領収書？あー、楽しかったな。楽しかったです。こんな感じで楽しかったです。じゃあ今から帰ろうか。はい。うん、緊張します。10秒以内に収めた。いや、収集欲しい。400円。400円。これで倒して、早く押して、そう。割り合わんかった。え、こうや。しゃ、よいしょしゃ。面白い。頑張れ。いや、なんかちょっと怖いんですけど。え、どこまで上上がるの。いっちゃん上やろ。
怖い。やばそういう感じかい。そういう感じかい。そういう感じなんかい。そういう感じやとは多分誰も思わんかったやろな。どう？楽しかったです。そうなるとは誰も思わんかったと思う。よかった。でもすごいいい経験になりました。よかった。はい、なんだよな。そうそう、じゃあ帰ろっか。帰ります。早い。ボックとかできんの？めっちゃ急に業務音やけど。トラックの近くみたいになってる。気持ち悪い。え、どういうこと？待って、これ。テム。え？いける？え、これどういうこと？どういうことって、そういうこと。え、分からんねんけど。え、分からん。分からへん。え、どういうこと？どういうことって。え、分からへんで。たどれへんの？保険取ってや。え、頼むから。たどれへん。え、これどういうこと？どういうことってどういうことやん。え、どういうこと？え、まず歩かれへんねんけど。椅子座って。わけわからん。あかん。やめてくれ。来る。え、どういうこと？うわー、気持ち悪い。でも、せっかくなってる。そういう動きせんとってほしい。あかん、これ見てておかしいなるわ。おかしいやん。なんで？あー、気持ち悪い。あ、なんか、あ、戻ってきた。意味わからん。なんで入りたいって言ったんこれ。なんか TikTok でやってて楽しそうやなって思ったんやけど。やばいな。水流れてんの見たらやばいな。やばい。わからへん、わからへん。わからん。え、今も逆さ。違う違う。戦えた。わからんくなった今。わからへんな。今のわからへんな。うん、あー、面白い。かわいくない？乾杯。乾杯。なんかピントかけてね。あ、あった。すごい。うまい。ゴルフ行くときとかに良さそうじゃん。確かに。
首に巻いてもいいし、腰にくくってても可愛いんちゃう。え、こういう風な付け方でもありやで。こっちこうしてこうかな。あーこう、あ確かにそういうのいいな。えー可愛い。どうありやな。日本でも可愛いんちゃう。もういいよ。2420円。買いますか買いませんか。買いません。はよ。はいよ。三三郎。え？そうなの？エツサブローとか言ってて。エツサブロー。なんで三三郎って言った？エツサブローに来ました。それからお腹減った。夜ご飯食べます。だけもう大阪に着きました。淡路島楽しみましたね。ちょっと空いてない店が多かったなと思ったんやけど、うん、淡路島今日休みなとこ多かったな。多かった。月火水行く人気をつけた方がいいかも。月火水気をつけて。ご飯屋さんが結構定休日が多かった。月曜日は特にほんまに行きたいところ全部空いてなかったね。ああモンキーセンターもな。でもお猿さんがいっぱいいる、ニホンザルがいっぱいいるところに行こうと思ってそこまで行ったら、あなんか9月からみたいな感じで。あそうなんや。夏降りてきてんのかも。あね。でもあの遊園地みたいなとこ、オノコロパーク。あオノコロパークか。まあ、なんかいろいろ調べたときに行きたいって言ってたとこやったからそこは行けてよかったな。モンキーパーク、モンキーセンター行くんやったらそこ行かんかったよ。そうやな、確かに。平和な時間がただただ流れてた場所やったな。そうやな、ちょっとだから父お子さん向けねやったけど、うん、逆に面白かった。でも普段そのなんかあんま人が多いところとか二人とも好まないからちょうどよかった、うん、自然になんかゆっくりできるとこ好きやからな、うん、のんびりできた。のんびりしたい方はオノコロパークおすすめです。その後にちょっと梅田行ってで
圭吾がクリスマスプレゼントを買ってくれたのでコート、うん、それ買って、もう帰ってます。次どこ行く？次だからは城崎行きたいけど。あ、城崎温泉ね。か湯村か有馬か分からんけど、うん、温泉旅行行きたいな。次いつやろ？1月の次かな。旅行は、旅行はそうかもな。行けたらそうやもんな。うん、寒いな。確かに。でも私温泉旅行は寒い時が絶対いい。関西でおすすめの場所あったらコメント欄で教えてください。どこ行ってんだろうな、みんな。うん、やっぱ今な SNS 盛んやから、みんなそこで情報を得てるんじゃない。あ、地名打ったらもういっぱい出てくるやん。確かに。楽しかった。今回あんまり下調べせずに行ったからその場その場で調べながら行ったのも楽しかった。あんまり言うかも、ゼロに近しかった。うん、なんなら前日淡路島なんて言うかも私やろ。うん、城崎やと思ってて、じゃあ淡路島でした。いつも圭吾が結構引っ張ってリードして決めてくれるから甘えちゃうんです。みんなな、みんなな、うん、みんなノープランやったよな。みんなノープランやった、多分。これ、たまにはこういうのじゃね。ぜひ参考にしてみてください。私たちなりの満喫の仕方でしたね。あ、右下らへんの淡路島の海岸沿い走っての気持ちよかった。あ、海んとこ。そう、モンキーセンターのとこ向かってる。うんうんうん、あそこ気持ちよかったね。またデート動画 Vlog 撮れたら撮ろうと思うので、ぜひまた見てください。淡路島 Vlog でした。リベンジしたい。うん、リベンジしよう。行けてないとこいっぱいありすぎる。また見てね。バイバイってやって。バイバイ。